19位の京都と18位の愛媛の試合、9分でした。このロングフィードからの愛媛のチャンスでした、はい。まあ、長いボールでしたけども、ここしっかりと吉田がキープして左足で流し込んだボール、有田ね、しっかり決めましたね。ヘディングで素晴らしかったと思いますね。前半の9分に決めました。まあ、コースをよく狙ってますよね。このまま1対0で前半を折り返して、後半の6分、京都エンゾロペスのヘディングシュート、回を合わせていきますが、はい。まあ、これちょっとバックヘッドはなかなか難しかったんですけどもね。まあ、その前 の、 あの岡本選手のファインセーブがね、光りましたよね。11分にも京都石光からのフリーキック、先頭のシュート、そうですね、これ先頭選手抑えたいい右足のシュートだったんですけども、田中選手これファインセーブですね。そして13分、京都高い位置で取って、はい。まあ、大きなチャンスでした。そうなんです、これ決定的な場面だったんですけども、岡本選手よくコースを消してましたね。これね、ビッグセーブです。素晴らしいと思います。39分に愛媛です。神谷からのパス、これも決定的なシーンでしたが、はい。野沢のシュート、はい。まあ、神谷選手これ落ち着いてね、右足で流し込んだんですけども、野沢選手これ決めることができませんでした。42分には石光から岩崎がこの位置から狙っていきました、はい。まあ、あの愛媛のディフェンス硬いんですけどもね、こういったところからもね、積極的に岩崎選手よく狙ってました。そしてその直後、同じく21歳以下日本代表の神谷も狙っていきましたが、ここは清水が見せました、はい。まあ、あのこれ神谷選手の左足の強烈なシュート、枠を捉えてましたよね、はい。ただこれ清水選手左一本でね、抑えましたよね。素晴らしいビッグセーブだったと思います。最後も京都フリーキックを得たんですが、1点届かず